二本松市の霞ヶ城の駐車場にやってきました。今からお城に向かって歩いていきます。ここから現在地ここですね。こう行って、はい、どう行きますか。こどこ順番があるじゃない。 1,2,3,4,5,6 じゃあこう行ってって、左に行ってずっとここ、うん、池の周りを行って、はい、ずっともうちょっと覚えててね、はい、ということだそうです。桜の名所百選、はい、行きましょう。雨が止んでよかったね。はい、グッジョブだ。あそこに少年隊の日があります。はい、霞ヶ城市。日本松少年隊。3歳から17歳だった。少年隊。勇ましいですね。史跡、二本松城跡。箕輪門、これが正門だそうです。いや立派ですね。日本松市指定記念物いや、とても綺麗です。ゴミ一つ落ちてません。ここにも広い駐車場が用意されてましたね。あそこになんか銅像があるのでちょっと行ってみましょう。山田いる。戊辰戦争後機械製糸の草分け日本松製糸株式会社。地元の名士ということですか。相生井の滝、昭和9年にできた人工の滝のようです。桜の名所10選、桜の名所100選の地で、そこの池、蓮の花が咲いてます。あ、もうえ霞が池。鯉もいますね。寄ってきてます。あ、たくさん寄ってきた。滝になってます。すごく降ったんでね、福島県指定重要文化財推進庭。1907年だそうです。かやぶき屋根ですね。それってここから行ってぐるっと回れるの、それともちょっと引き返してもらえるか。
許可なく入室しないでください。はい、こんな感じでした。ではさらに上へ上がります。元宮舘、神社ありました。参拝します。なんか先進滝、そこに展望の東屋があります。新奥の細道になってますね。正面が安達太良山のようです。見えませんがこれですね。はい、絡めて門から本丸へはここ上がっていくようです。じゃあこのショートカットの道行きます。本松城市絡めても、いよいよ本丸ですね。ここが本丸かと思ったらまだだいぶ上でした。 あんなところにまだ石垣あるよし。はい、ようやく上がってきました。あ、綺麗に山見えるようになりましたね。うん。はい。安達太良はもうちょっとだね。うん、安達太良はまだ見えてないですね。向こうの方にビルが見えてるの、あれは郡山ですかね。ずっと向こう、うん、福島かな、福島かね。はい、一番高いとこまでやってきました。はい、安達太良山見えてませんが、はい、これだけ見えるそうです。これは綺麗に360度見えるわ、うん、ここって何、那須高原？そう、だから小富士山とかがあれじゃない、那須だけはどこ？わかんない。では下っていきます。紫陽花咲いてます。月影の井戸、印税市の月影の井戸、ね、うん、鎌倉市の星影の井戸並び日本の三位と称されている。これがそうです。どこで、うん、ウッドチップの歩道が整備されてました。ここをずっと紫陽花が咲いてるので歩いたら気持ちよさそうですが、そのまま降りていきます。駐車場まで戻ってきました。ここまでで50分、 2.43 キロ、累積標高差115メートルでした。
意外とこう登りましたね。これは落とすのはなかなか大変だったんじゃないかと思います。水もとっても豊富でした。いや一番上からの景色も素晴らしかったですね。明日さあ安達太良山が綺麗に見えるでしょうか。それではまた。